プライス軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,159人であり、2000年の15,822人から10.5%減少した。軍庁所在地はフィリップス市であり、同軍で人口最大の都市はパークホールズ市である。プライス軍は1879年3月3日に、 州知事ウィリアム・ E ・スミスが軍を調印する法案に署名した時に誕生した。軍名の元になったウィリアム・ T ・プライスは、ウィスコンシン州上院の議長を務め、初期製材業者だった。後には、アメリカ合衆国下院議員に選ばれた。軍域は、チッペワ軍とリンカーン軍の領域を合わせて作られた。プライス軍となった地域の最初の白人開拓者は、アイザック・ストーン調査であり、 製材業を営むために1860年にスピリットガー沿いに入った。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1278平方マイルで、あり、このうち陸地1253平方マイル、水域は26平方マイルで、水域率は2.02%である。州内最高地点である、ティムズ丘陵が軍内にあり、 標高は1951フィートである。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。